チャコ戦争チャコ戦争チャコ戦争は、1932年から1938年にかけて、ボリビアとパラグアイの間で行われた戦争。グランチャコ戦争とも、両国の未確定国境地帯であった。グランチャコに石油の埋蔵があるという仮説を受けて、その地域の国境を確定させ、また国土拡大のために、ボリビアの先制攻撃で始まったが、 戦闘はパラグアイが優勢となった。周辺国とアメリカの仲介によるブエノスアイレス講和条約で戦争は終結した。パラグアイはグランチャコ全域の支配権を得て領土を拡張し、一方でボリビアはパラグアイ側への河川交通アクセスを得て小席戦争以来の水運を確保した。しかし、この戦争で両国は疲弊し、軍部の革命などにつながった。 元々、ボリビアとパラグアイの境界に位置するグランチャコは、植民地時代からチャルカスの高等司法院、ボリビア側とアスンシオン総督、パラグアイ側の間で領有権が争われていたのだが、その対立が独立以降に持ち越された形となって、領土問題は始まった。1879年の太平洋戦争に負けて、海への出口を失っていたボリビアは、パラグアイ側を、 独占的に使って、大西洋側への自由なアクセスを得たいと願っていた。一方、パラグアイは1870年に集結した三国同盟戦争による壊滅的な被害からようやく立ち直りつつあり、領土拡大を欲するようになっていた。そのような中、アンデス山脈の麓で石油が取れることがわかり、ボリビア南東部のチャコ地方に大量の石油が埋蔵されているという仮説が立てられた。 この利権は敗戦からの立ち直りのために双方とも是が非でも必要なものであり、パラグアイはメノナイト京都などの移民を誘致して領有権を固めようとする一方で、ボリビアも要塞を建設するなど開始敗に取り組み出した。1931年7月には国交断絶し、1932年6月15日、ついに両国の間に戦争が起こった。当時パラグアイ政府は、 ロイヤルダッチシェル社と結びついており、ボリビア政府はスタンダードオイル社と結びついていたことより、石油メジャーの代理戦争とも言われた。ボリビアは戦争の参謀として第一次世界大戦で活躍したドイツ人将校を起用し、ドイツ軍出身のハンス君とが総司令官として全軍を指揮していた。一方、パラグアイ軍はロシア帝国から亡命した白軍軍人が参謀となっていた。 兵員数では25万人、対15万人と、ボリビア軍の方が、パラグアイ軍をだいぶ上回っていた。さらに、ボリビアは戦車を導入するなど、近代的な軍を持っていたのに対し、パラグアイ軍の戦い方は、ゲリラ戦のような、全近代的な点が多かった。戦争は、ボリビア軍が不意をつく形で始まった。それまでにも、国境付近のパラグアイの要塞を攻撃することは、 あったが、本格的な進行は、これが初めてだった。気候風土が、それぞれ全く異なるボリビア中から兵士が徴兵され、外国製の最新兵器を手に、ボリビア軍は、グランチャコに進攻していき、1932年6月15日には、芝叩く間に、幼少のカルロス・アントニオ・ロッペス要塞を攻略した。ボリビア軍は、兵器の最新性と数を頼みにしていたが、 国民統合という点では、国民の約9割がメスティーソというパラグアイ人の方に分があった。この国民統合は、パラグアイ人の驚くほどの団結力を生み出し、さらにホセ・フェリックス・エスティ・ガリビア中佐と大統領の軍と政治家のトップが優秀で、しかも互いに理解のあるコンビだったことはパラグアイにとって幸運だった。また、チャコ地方に古くから暮らしている。 グアラニー族の人々はパラグアイに帰属している人の方が多く、土地間などの面でもパラグアイに優位性があった。一方、ボリビア軍にはチャコ地方とは気候風土が全く違うアンデス地域の人たちが多くいた。例えば、戦車兵は暑さに耐えきれず、海兵部のドアを開けたまま走行したため、そこに攻撃されるといった事態が続出したという。 パラグアイ軍は1ヶ月後の1932年7月15日にはカルロス・アントニオ・ロペス要塞を、その2ヶ月後にはボケロン要塞を奪還する。11月。1933年1月。2月、カンポ・ホルダンの戦い。7月、及びゴンドラの戦い。8から9月。そして11月にカンポビアの戦いで、 パラグアイが勝利すると、戦線はボリビア領内に移行した。この戦いで、ボリビア軍から接収した兵器や弾薬の量は、開戦時のパラグアイ軍のそれを上回っていた、言われている。1933年12月19日に20日間の停戦が合意されたが、年明けの1月6日に停戦が切れると戦闘が再開された。1934年5月、 カニャーダストロンゲスとの戦い。1935年4月には初めてボリビア領の都市を占領したが、これがパラグアイ軍の限界だった。一方開戦以来負け続けていたボリビア軍だったが、こうしてパラグアイ軍がアンデス地方に迫ってくると話が違ってきた。すでにパラグアイの財政は戦費で破綻寸前になっていた上、アンデスの気候が パラグアイ軍にとって厳しいものとなり、邦火が,が見えた。ボリビアのナショナリズムは、ボリビア軍に、英雄的な戦いをさせた。パラグアイ軍は攻めあぐね、ボリビア東部の主要都市であるサンタクルスにたどり着く、気配は一向に見えなかった。このようにして、お互いに攻め手にかけ、戦線が、こ着状態に陥った。こうして1935年6月、アルゼンチンの仲介により、 急戦条約が結ばれ、ここでようやく実質的な戦闘は終了した。1938年、ボリビアとパラグアイの間で、ブエノスアイレス講和条約が結ばれた。米州の地域有力国のアルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、チリ、コロンビア、ペルー、アメリカ、合衆国が中立の率として、この講和を仲介した。この講和条約によって、 広大なチャコ地方はパラグアイに帰属することが決まったが、チャコ地方は、経済的には、あまり豊かな土地ではなく、失ったものに比べれば、パラグアイの得たものは少なかったと言えるだろう。国境線はほぼパラグアイの主張通りに決定されたが、ボリビアは、パラグアイ側につながる、小さな領土、プエルトブッシュを獲得している。ボリビアの地図をよく見ると、東側に小さく飛び出した、部分があるが、 これがその領土である。この領土とパラグアイ側を使ってボリビアは大西洋への水路を得たのであるが、現在はこの水路による流通はあまり重要なものとはなっていない。この講和に力を尽くしたアルゼンチンの政治家カルロス・サーベドラ・ラマスは1936年にラテン・アメリカ初のノーベル平和賞受賞者となっている。チャコ地方は高温で水の乏しい地域であり、 戦闘は過酷なものであった。両軍は敵との戦いとともに、マラリア等の病気とも戦わなければならなかった。ボリビア側には5万人から6万人、パラグアイ側には4万人の死者が出たとも言われている。当時のボリビアの人口はおよそ300万人とされているので、国民50人に一人がこの戦争で命を失ったことがある。結局、チャコ地方で、 石油は現在まで発見されていない。ボリビア合宿したアンデス山脈に近いでは若干ながら石油、天然ガスの採掘が現在でも行われている。もともと南米で1、2を争うほど貧しかった両国は戦争によりさらに疲弊し戦後正常不安が続いた。そして両国ともこの戦争で活躍した青年将校が主役となって社会主義的あるいは 国家社会主義的な政治が進んだ。1936年にクーデターで政権を握ったの大佐をはじめとするパラグアイの軍人は、それまでの政治家が考えなかった社会改革を考え、農地改革を行って貧農に土地を分配し、国家労働局を設立して労働者を保護しようとした。さらに、ナショナリズムの観点からフランシスコ・ソーラーノ・ロッペスの名誉回復も、 急速に進んだ。一方、ボリビアの軍人や知識人は敗戦の理由を国民意識が成立していないことだと考え、ラテンアメリカ発となった外国資本、スタンダードオイル社の国有化や、ボリビアのアイデンティティ模索が始まることになる。このことはボリビアでは1952年のボリビア革命に、パラグアイではアルフレド・ストロエスネルの長期独裁につながった。 グランチャコ地域は水の乏しい地域であり、地域唯一の泉が泥水であるということがほとんどだった。しかし、そんな中でもマテ茶でろ過したテレレを飲んだ。パラグアイ兵は体調を悪くすることなく居続けたという。このため、パラグアイでは勝利はマテ茶のおかげだと信じられている。2015年、パラグアイの退役軍人アナクレト、エスコバル、アナクレトエスカバーは、 100歳の誕生日にパラグアイ政府から家を送られた。これはチャコ戦争でのエスコバルの功績をた,たいてのものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。